もう一度森井に入ってアウダ、ショットクロック4秒を切ります。外から打ってきたカーター、カーですね。これが彼の強さ、ロバート・カーターです。フロントコートに入っていくのもちょっと精一杯というところもある中で、フェイダーウェイシュートを決めてきました。カーターです。ブースターからすると悔しいと思います。やっぱり序盤 の, あのオフェンスファウルがちょっと痛いなという気もしますが、おお、ボールスタップ、おお、だいぶセーブして、じゃあ入ってきた、おお、回って入ったカーターの、まずディフェンスから見ていきましょう。これですね、ボールスナップへ飛び込んでいきました。ボールダイブ、ここ生原選手もダイブしますからね。でそれに反応して走り込んでいたのはパトリック・カーダー。ここでまた 2-3 のゾーンになります。マクシェンリーが外で振って、オープンのところ触りました。大阪のシュートに対して、横浜のゾーンでコーナーから打ってこいっていう指示あったかもしれないですね。カーダーが取る、よくカバーしました。一つ答えを出したい信州のオフェンス、石山からホーキンソン、中に入れていく、バックブロック、ショットブロック、しかしまだ攻撃続いています。ショットブロック、献身的なコアプレーが再三光りました。うわー、カーターかわしていく、中に入って自ら打っていきました。決めています。左のレイアップということですよね。じゃあ一方の信州の攻撃だ、小野、ブロックショット、カーター今日これ2つですかね、ゲーム通じて、長身のマッケンリーが出ています。イカラに渡ったスリーだ、イカラのスリーで決まりました。ベストン、ベストンとマーシャル外で出して、カーターのスリー来ました。カーター、あータイムアウト、そこでしてタイムアウトです。